正面玄関パロアルト研究所は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州パロアルトにある研究開発企業である、副社機大手のベーゼロックス社が1970年にアーキテクチャー・オブ・インフォーメーションの創出を目標として開設した、コンピューターサイエンス方面に与えた影響が大きく、マウス、スモー・アルトック、イーサネット、レーザープリンターなどの発明が行われ、 他にグラフィカルユーザーインターフェース、ユビキタスコンピューティングなどの研究開発も行っている。デバイス領域では、ベルシー、半導体レーザー、電子ペーパーなどの研究を行う、開放的な気風だと言われた。2002年、ゼロックスの完全子会社となり、医療技術、クリーンテクノロジー、ユーザーインターフェース設計、センスメイキング、ユビキタスコンピューティング、エレクトロニクス全般、 組み込みシステムや知的システムなどについて研究を行っている。1969年、ゼロックスの主任科学者、ジャック・ゴールドマンは、セントルイス・ワシントン大学の学長だった、物理学者、ジョージ・ペイクに、ゼロックスの2番目の研究センター設立への援助を依頼した。ペイクはその場所として、パロアルトの土地を選び、そこに、パロアルト研究所が建設された。 ゼロックスの本社は当時ニューヨーク州にあって、かなり遠く、新たな研究所の科学者らは自由に研究でき、運営の独自性もある、程度確保されていた。パロアルト研究所が西海岸にあったことは1970年代には利点となった。すなわち、すぐ近くにスタンフォード研究所のオーグメンテーションリサーチセンターがあり、ダーパー、NASA、 アメリカ空軍からの資金で運営していたものの、1970年代には縮小傾向になっていた。そのため、優秀な技術者や科学者を雇うことができたのである。パロアルト研究所が本拠を置く雇用手ヒルロード3333 33番地は、スタンフォードリサーチパークの一角にあり、スタンフォード大学の所有する土地である。そのため、スタンフォード大学の大学院生が、 パロアルト研究所の研究プロジェクトに参加することも多く、逆にパロアルト研究所の科学者がスタンフォードでのセミナーやインターネットなどのプロジェクトに協力することもある。初期のパロアルト研究所がコンピュータ関連で成功したのは計算機科学研究室の責任者ロバート・テイラーのリーダーシップによるところが大きい。パロアルト研究所は2002年に子会社として独立し、スポンサー。 または、顧客の資金援助を受けて、研究開発を行うようになった。2004年現在ゼロックスが、最大の顧客だが、富士通との長期提携やスクリプスリサーチ、インスティチュートとの医療関係の共同研究などを発表している。パロアルト研究所でのコンピュータ関連の成果をまとめ、スタンフォード研究所で開発されたマウスを加えたのが、アルトである。これには、 現在のパーソナルコンピュータの基本要素がすべて備わっている。これにさらにイーサネットを統合したことでパークユニバーサルパケットの開発につながった。これは今日のインターネットとよく似ている。ゼロックスはパロアルト研究所の成果の価値を見抜くことに失敗したとよく言われる。特に指摘されるのが GUI についてである。しかし、 実際には製品化は行われており、ゼロックススターを発売している。その後のシステム設計に多大な影響を与えたが、高価だったために約2万5千台しか売れず、商業的には失敗した。ロバート・クリンジリーは、コンピュータ帝国の工房で、その時代に実現するのに必要なコストという観点から考えれば、失敗とするのは当たらない、としている。パロアルト研究所に勤めていた。 デビット・リドルらがメタファー・コンピューター・システムズを創業し、スターのデスクトップ概念を拡張したワークステーションなどを開発し、後に IBM が同社を買収した。アップルとの関係、編集最初に成功した GUI 製品はアップルのマッキントッシュだが、これはパロアルト研究所の成果に触発されたものである。ゼロックスはアップルの公開前株式の購入と引き換えに、 アップルの技術者がパロアルト研究所を訪れることを了承した。後にアップルがマイクロソフトを GUI のルックフィールの著作権侵害で訴えた際、ゼロックスもアップルを同様の理由で訴えたことがあった。しかし、ゼロックスの訴えは遅すぎたため期限切れとして却下された。パークには著名な研究者が多いが、中でも シューリング賞受賞者のバトラー・ランプソンとアラン・ケイがいる。また、悪夢のソフトウェアシステム賞を受賞した研究として、アルトシステム、スモーアルトック、インターリスプ、遠隔手続き呼び出しがある。また2004年、ケイ、ランプソン、ロバート・テイラー、チャック・サッカーの4人は、アルトの開発に対して、全米技術アカデミーからチャールズ・スターク・ドレーパー賞を授与された。ありがとうございます。